はい、どうも皆さん、こんにちは、しぶれっつぅ。はい、ということで、今回の動画なんですけれども、君たちはついにこちらのガチャ最高のラインナップでございます。タイムスリップセレクション第3弾。はい、ということで、こちらに表示されておりますタイムスリップ第3弾の方が登場しました。激アツな選手いっぱい登場しましたので、今回ガチャ引いていきたいと思います。先に選手見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで、今回ですね、選手紹介していこうと思うんですけど、めちゃくちゃいい選手いっぱい出ておりますので、しっかり見ていきたいと思います。オリックスの中村選手でございます。弾道アーティスト28、パワー85、走力58、パワー型。そしてサード適正 B 持っておりますし、ショートファーストも E 適正、F 適正持っている。裏ストもオール B 最強。徳野も超アーティスト、高額打法チャンス、めちゃくちゃ鬼強でございます。オリックス純正の方は絶対取りに行った方がいいと思いますし、純正じゃない方でも当たったら全然いい選手となっております。続きまして、ソフトバンクですね、斎藤投手でございます。9イースタミナ83の A 同値でございます。球種ですね、ストレート、スライダー、カーブ、フォーク、シュート、そしてフォーク、2種フォーク持ち、こちらもリアタイ強いです。奪三振20切れ対強打者ということで、対強打者を持っているというところで、タイピンはないんですけども、まあ、ある意味タイピンを除いたら対強打者っていうのはね、リアタイっていうか、まあ、プロスピンの中で一番強い特殊能力になっておりますので、めちゃくちゃ強いです。私はちょっとするです。続きは西武、殿崎選手でございます。パワー走力78、 B 同値、弾道高弾道、セカンド適正、 B 適正78ということで、特殊をしたら A に乗ります。セカンド A 適正の殿崎選手でございます。徳能、超高額打法、選球眼、守備職人、徳能もめちゃくちゃ強いです。殿崎選手、極みになるでは私狙っていきたいと思っている選手の一人でございます。続きまして楽天、銀次選手ですね。弾道ラインドライブ、ミート79、パワー80、走力63、ミート型ですね。で、一応ファースト適正持ってるんですけども、キャッチャー適正 F 持っているというところ、こちらがね、純正にとってめちゃくちゃ大きい点なんじゃないかなと思いますので、純正の方はぜひとも取りに行ってください。銀次選手、徳の 超選球が20、片目打ちチャンスということで、まあ、徳のはそんなに強くないんですけども、キャッチャー守れるというところ、めちゃくちゃ強いです。そこが強い。続きまして、ロッテですね、鈴木大地選手、弾道中弾道、ミート76、パワー73、走力69、ミート型ですね。で、一応適正はファーストなんですけども、ファースト以外にもセカンド、サード、ショート、レフト守れるという、ここがね、めちゃくちゃいいところでございます。徳野が、超選球が20、チャンスメーカー粘り打ちということで、まあ打たせるなら1番かなと思いまして、私鈴木大地選手好きですし、極み持っておりますので、当たってもらっても全然嬉しいです。続きまして、日本は有原選手でございます。球威制球80の A 同値、スタミナ79、球種ですね、ストレート、カット、スローカー、フォーク、サークルチェンジ、ツーシーム、縦スライダー、めちゃくちゃリアタイ向きで、さらに超タイピンチ20、コントロール消え、特殊能力最強でございます。こちらね、まあ、有原選手ですね、メジャーに行く前はリアタイでもめちゃくちゃ見たバージョンの、有原投手となっておりますので、有原投手極みになるので狙っていきます。極みになるというか挑戦ですね。ヤクルト山本投手でございます。球73、制球70、スタミナ65、中継ぎ抑え S 適正ですね。球種ストレート、スライダー、フォーク、ツーシーム、縦スラ、まあ、ツーシームフォークということで、まあ、リアタイ向きですし、まあ、超タイピンチ20、キレ打たれ強さということで、徳野もリアタイ向きなんですけども、私はね、ちょっと今回、スルーしていきたいなと思います。ヤクルト純正やってるんですけど、私はスルーです。DeNA 三浦投手ですね、制球スタミナ81の A 同値、球種ストレート、カット、スローカー、フォーク、シュート、スライダー、徳能ですね、超タイピンチ、コントロール、尻上がりということで、まあ、徳能的には結構強いんですけれども、リアタイで、まあ、球種がいかんせん微妙というところで、まあ、純正の方は取りに行ってもいいんじゃないかなと思います。リーグ勢はめちゃくちゃいい選手だと思っております。続きまして、阪神、大和選手でございます。弾道、低弾道、ミート67、パワー56、走力79、走力型ですね。でも、なんといっても大和選手、この守備適正の多さ、センター適正 A、 さらにはセカンドショートも B、 さらには外野ですね、レフトライトは特徴したら B に行く、でファーストサードも守れる、キャッチャーピッチャー以外全部適正持ってる、最強で、徳の流し入り20、粘り打ち守備職人ということで、まあ、大和選手はね、ちょっと極みにならないので、ちょっと今回はスルーなんですけども、好きな選手ではあるので全然強いと思います。こちらめっちゃ強いです。続きまして、巨人で坂本勇人選手でございます。ミート81、パワー83、走力76、パワー型で、一応ショート適正は B でございます。残念ながらここ A には乗りません。特殊力、超パワーヒッター、広角打法、片目打ち、徳のままパワーヒッター、広角、めっちゃ強いです。坂本選手は今回なんといっても狙いのナンバーワンでございます。狙っていきたいと思います。
続きまして広島ですね。松山選手弾道高弾道ミート80パワー75走力63ミート型でございます。でこちらね松山選手は適性いっぱい持ってるんですけれども、まあちょっとね裏捨て FFB、 ここがねちょっと微妙なところでございます。得のチャンス20丸プルヒッター満塁男というところで、まあ得の的にはリアタイ向きではないというところで私スルーでございます。最後ですね、中日浅尾投手でございます。球威86、正規79、スタミナ69、完全球威型ですね。球種ストレート、スライダー、フォーク、パームで、中継ぎ S、抑え C、先発 E という感じですね。で、得のキレ、奪三振、存在感、ここね、タイピンあったら結構強かったんですけど、タイピンないというところで私はスルーしていきたいと思いますという、以上12名の選手でございますということで、ガチャいきましょう、どうぞ。はい、ということで選手見ていったんですけど、今回狙いの選手多いです、めちゃくちゃ多いです。第3弾ということで、まあガチで狙ってる選手、友崎選手ですね。1人目友崎選手、2人目鈴木大地選手、3人目有原投手、4人目が坂本選手、こちらの4選手狙っていきたいと思います。まあリアタイ的にはこの野利、中村選手、そして斉藤投手、こちらもねリアタイでめちゃくちゃ強いので、こちらもねリアタイ勢の人はぜひとも狙っていただきたい、投手選手になっております。まあ一番の狙いはサムネにもなってると思うんですけども、坂本選手狙って、まあ自陣はヤクルトで引いていきたいなと思っています。でまあヤクルトですね、山本投手ねリアタイ的には強いんですけども、まあ極みにならないですし、まあちょっと中継ぎはちょっと私今揃ってるので、結構まあ今回の第3弾はスルーしていきたいなと思います。ちょっと池山選手来なかったという点がちょっと残念なんですけども、第4弾5弾に期待ですということで、10連目引いていきたいと思います。今回ね S ランクタイムスリップ第3弾1人確定がね3回目しかありませんので、ここ意地でも坂本選手、こちら坂本選手を引いていきたいと思います。ということでいきましょう、10連目でございます。絶対に狙い選手いきます。できれば有原投手、友崎選手、坂本選手、これ1、2、30連で欲しいですということでいきたいと思います。神引きかましていきたいと思います、今回も。ということでいきます、よろしくお願いします。いきます、うい、よろしくお願いします。いきましょう、お願い、来てくれ、確定分以外でも本当に来てほしい、よろしくお願いします。指名候補投手君、お願いお願いお願い、こっからもうね、ちょっとね正直演出さんもよく分かってない私、演出分かってない私いるんで、ちょっとしっかりと来い S、 ガーチクショー、お願い S、 あーダメか、 A ランクか、 A か、来てくれたらバカらしい、さすがにね、さすがに来ないか。いやでもマジで坂本選手はちょっと今回欲しいしね、有原投手も坂本選手もちょっと外崎選手も結構欲しいんで、まあある意味欲しい選手がいっぱいいるという意味ではいいんですけれども、10連目は残念ながら爆死でございます。はい、ということで、まあ、10連目は残念ながら爆死でした。まあ予想通りっちゃ予想通りなんですけども、絶対30連目までにちょっとね S ランク2体欲しいんで、ちょっと坂本選手ができたら当てたいというところ、もう歓喜です、当たったら。ということで20連目いきましょう。もう今回ねちょっとね、もうね更新起きてからすぐに引いてるんで、まあちょっといい選手当たるのか説問題あるんですけども、いいでしょ、引いていきます、お願いします。坂本選手、ありがとう、調子くん、お願いお願いお願い、マジでお願い、 S 来てお願い、本当に欲しい、本当に今回が一緒やん、お前さっきと、さっきと一緒やん、お前一緒、ここまで一緒、通り越せ、二次元お願い、いやーマジお願い、 S 来て、来てくれ、爆死やん、当たらねえやん、お前もう30連目のみやんけ、これやっぱね更新直後は S ランク当たんないっすかね、これ残念ながらという感じなんですけど、まあまあまあイベントの累計で S ランクやってもらえるんで、まあ OKOKOK 来いですよね。はい、ということで10連目20連目当たりませんでしたというところ、まあそこは残念なんですけど、切り替えて坂本選手、有原投手、鈴木大地選手、友崎選手、誰か出ていきたいです、よろしくお願いします。坂本選手ガチ欲しいです、有原投手も結構欲しい、友崎選手もガチ欲しい、この3人結構欲しいです、いきましょう、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします。いきます、30連目です、2枚引き3枚引き来い、2枚引きお願いします、2枚引きしたら激アツです、いきましょう、来い、虹、指名候補トップ、いやー虹来ないか、お願いお願いお願い、行ってくれお願い、最後演出まで S ランク来て、 S ランク演出まで、この後もまあ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 、いいでしょ、まあいいでしょ、まあいいでしょ、お願いします、マジでお願い、2枚引き、虹まで行ってくれ、虹行ってくれ、ここ虹行ってくれ、でかい、よし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 、行きましょう、こっから2枚引きお願い、虹、よし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 、ワンチャン2枚引きあるんじゃないか、これワンチャンあるぞ、これ後ろに来る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 、いいね、ワンチャン2枚引きあります、この演出ワンチャンある、マジワンチャンある、希望は捨てません、私は2枚引き、坂本選手、園崎選手、有原投手、お願いします、来た、おい本当かお前、ピンです、本当お前、おい
西武で TS だったら殿崎選手だってや、今マジで TS 来るかい、お前今2枚目来てたら TS 来てくれよお前本当に。そんなことある悲しすぎだろ。ということで最後坂本選手、ここで坂本選手を引いて神場外したいと思います。いきましょう、来い頼む鈴木大地選手、狙いの選手当てました、ナイスでございます。今回 S ランクの累計のイベントの契約者に坂本選手当てます、ありがとうございました。